こんばんは、トガシビの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は酔っ払いデビューシリーズということで、こちら天野の天丼買ってきました。先ほどですね、西船橋駅で飲んでいて、西船橋駅は天野があるので天丼を買ってきました。で、これが今日が18日、今日は7月18日なんですけど、18日は三級天丼というのが売ってる日だということでね、三級天丼を買ってきました。こんな感じになってます。そして買ったところで、七味をですね、直接かけてもいいということなんで、七味をかけさせていただいて持って帰ってきました。ということで、この天丼いただいてみたいと思います。ということで、じゃあまずはなんだ、レンコンが目に入ってから、レンコンからいただきましょうか。レンコンいただきます。うまっ、サクサク、シャキシャキで揚がってあって美味しい天丼のご飯、うまっ。天丼の甘辛いご飯が最高です。そしてここにある七味、あ、七味じゃない、お漬物、よく合うようになってます、うん、ご飯が合うね、うん、うまっ。で、ナスが味も味ついてないけど美味しそう、いただきます、うん、うまっ。うまいしかないですよ、ほんとすいません、ほんと美味しい。そして天丼の王様、イカとエビと三級天丼の王様インゲンが入ってます。で、まずイカから一口いただきます。柔らかいわ、このイカ、イカって硬いのかなと思って、柔らかい、うん、ご飯がすごいよく合います。エビね、ほんで最後メインのエビ、メインのエビいただきます。もうこれ食べたら普通に、あとは天丼をいただくだけ、エビいただきます。うん、柔らかくてうまい、うまいんだけど、ご飯も合う、うまくてご飯がすごいよく合う。じゃあこのまま食べ続けます。ありがとうございました。今日は天野の天丼でした。ありがとうございました。